ハロウィンジャンボの衣装どうする？どうしよう。これはこれだ。ハロヒーロー、ハロウィンジャンボ新登場、モモクロライブ当たる。拙者改めまして、私たちチームエルアイドル週末ヒロインももいろクローバー Z、 よろしくお願いします。よろしくお願いしますちょっと待ってください、まだ結構なお願いします。一発で当てようだったほら、日に焼けないように影に入ってます、これでも。よーい。どうしよう。どうしよう。はい。スタート。どうしよう。いきます。はい。はい。はい。ちょっと待って、本当に。なにこれ。よーい。どうしよう。これは？よーい。スタート。の。これだ。これだ。これだ。の。ハロウィンジャンボの衣装。うん、もう一回いきますね。ハロウィンジャンボの衣装。朝起きたらこんな格好になってたらどうしよう。まずあのハロウィンなのでやっぱりコスプレということで、うん、今回ねお侍さんの格好をさせていただいたんですけど、うん、あのひげがあるって、うん、なんかすごい違和感だなってね、もごもごしちゃうよね、うんうん、なんか口もねあんまね開けられないしね、うんうんうん、なんか結構笑うと取れちゃうので大爆笑できない時間が長くて大変でしたね。難しかった、うん、笑いたくて笑いたくてしょうがなくてね、うん、そう。でも普段なんかなかなかこういう格好とかこういう本格的にこうカツラつけてひげつけてっていうのができないのでちょっとこれで街を歩いてみたくなりました何回かやったことないけどあるんですけどここまで、うん、本格的なのは初めてです、うん、あとこの面広い面積が広いのも最大面積です、うん、ね、ここだけとかはあるけどね、うん、全部つけたの初めて、ね、なんか男の人って
こんな感じなのかなっていう、うん、なんか不思議な感覚、ね、でもなんかさこうひげある人がこうやって触ってるイメージあるじゃん、うん、あるそれがわかるよね触りたくなっちゃうすごいふさふさしてて、うん、これこういう癖がついちゃうのがアーリーのほっぺにチューしたらチクチクするって言われて、うん、それがなんか変なアーリーのほっぺにチューしたらっていうのがなんか日常的な会話で言うのよなんか驚いちゃうからみんなそう、ね、ひげのある人にチューされた気分になった何やってんのキャッキャ言ってたよねそう妄想ごっこしてましたうん楽しかったエピソードなんだろうねやっぱあれさあダンスシーンで私たちだけじゃなくて、うんうん、こう見てる人たちも一人一人が違うコスプレをしてるんですよ、うんうんうん、そこがすごい面白いなと思って、うん、本当のハロウィンパーティーみたいだなと思いました、ねうん、今ハロウィン盛り上がってるからね、うん、一足を先に味わっちゃった ね、うんでもやっぱ私たちも毎年ハロウィンね、うん、あのコスプレをさせていただいてるんですけどそのコスプレを考える仮装を考えるのが毎年あんな感じで苦戦してます、うんね、どうしよう何しようみたいになって、うんうんうん、なんか私たちは結構昔からいろんな格好をやらせていただいてるので、うん、なんか逆にしたことない格好の方が少なかったりして、うんうん、なんか新しいコスチューム何にしようって考えるのが結構苦戦してます、うんうんいいかもしれない、ね、私たちのファンの方々のことをもののふって呼んでて、うん、武士なのでまさにね、うん、こんな感じだよね感じのイメージなので、うん、なんかそんなにかけ離れてる感じはしなくって、うん、でなんかもともと和をモチーフにしたアイドルグループだったのでちょっと衣装とかも和な感じで、ね、すごくなんかなんだろう、うん、しっくりきてるしっくりそういやこういうグループだったなって感じだね、うん、初心に戻ったなって、うん、みんなでびっくりしたよねびっくりしたハロウィンジャンボっていうのが初めてですよね、うん、そうなんで、うん、その初の最初の勢いって大事じゃないですか、うん、それのねイメージキャラクターに選んでいただけてすごい嬉しいです、うんでも CM を見て今までももクロのファンじゃなかったけどライブが当たるなら応募して行ってみたいなって思ってくれてる方とかに来ていただけたらすごい嬉しいなって思うしそうだよね、うんうん、なんかぜひみんなで楽しい空間が作れたらいいなと思います、うん、私結構宝くじ買ってたんですよよく買っててうち家族でみんなでなんかやっぱ宝くじってすごいワクワクするし夢があるしその結果発表までのこのそわそわした感じとかもすごい好きなので家族で買ってたりするんですけどすごいそういう思い出があります当たったことは当たったことは3000円おだけ、うんうんはい、すごい、すごい私もそういうのも楽しみ3000円当たってその3000円で調子に乗ってもう一回いっぱい買ったら全部チャラになっちゃったプラマイゼロになっちゃったそう、うん、でもそれがまたね楽しいんだよねワクワクするよねワクワクしちゃう、うん、想像つく数字じゃないよね、5億円、うん、ハワイに別荘を買いたいおーよくない？いいねあ、はいどうぞあの専用のライブ会場みたいの作りたいですあいい、ね、うちないもんね、ね確かにももクロスタジアムみたいなやつスタジアム大きい5億円でできるかな、ね、もっとか、うん、もっといくらぐらいかかるんだろう ね、そうだねでもそういうなんかいろいろしたいね夢広がる夢広がる山田さんどうですか私はすごい大豪邸に住みたいです。うんなんかいいね、じゃあうちらの部屋も一部屋ずつ作って。そうだよ。やだ。それはすいません。ちょっと5億円もあるんだから。なんじゃん。なんで私がそっか、まあ、え何つける？ジャグジーとか。ジャグジーとか。プールとか。いい最高。なんか屋上庭園みたいな。いいなんか一回でいいから言ってみたい。なんかお家でかくれんぼとかできるとかすごい。ああお家でかくれんぼね。最高。なんかホームパーティーとかいっぱいいろんな人呼べるお家とかっていいなと思います。あやさんはどうですか。いや5億円って想像がつかないからみんなどうしてるんだろうって、ね、だって何に使うんだろう、実際に当たる人がいるわけですよ、うん、でもし多分当たると思わなくて当たるわけじゃんきっと、うんうん、その時にその人はどうするんだろうってすごい気になります、うん、逆にねえ、うん、そうだねねえ何だろうね
でもなんか何も考えずに値段を見ないでお買い物してみるとか、なんか1日限定とかでやってみたいなっていうには、うん、いいね、5億円もあったらちょっとやってみたいなっていうふうには夢広がりますね。この棚のやつ全部くださいとか言ってみたい、大人買いしてみたい、言ってみたい、言いたい、それ言いたい。そうだな、でもお世話になってるスタッフさんとかスタイリストさんとか、うん、メンバーとか、もし私が当たったとしたら全員集めて海外旅行行こうって、めっちゃいい、あのちょっとかっこいいこと言いたいです。いいな、当ててください、お願いします、当ててください。てかもう全部飛行機とかホテルとかも大丈夫、みんな飛んだ荷物だけ持ってきてくれればいいから、最高っていう、そういう、うん、なんか映画みたいなかっこいいセリフ、うんうん、いやぜひ自腹でもお願いします。お願いします。いや自腹無理でしょ夢だから、当たったらそうだね、いいね、言いたいです、うんうん。待って、どう使うのがいいんだろうね。うん、まず人に言う、ちょっとでも5000万だったらちょっと ね、なんかみんなにさ、うん、景気よく使ってたらなくなっちゃった、なくなっちゃった、確かに言わないかもしれない、景気よく3000万当たったよって言って、うん、この俺を自由に使ったりとかする。あ、難しいね、お金、そう、俺何使えばいいんだろう、何に使ったら、うん、でもやっぱり気にしないお買い物はしたいな。したいね、したいね、うん、なんかどうしてもね値段気にして、うん、そりゃしちゃうよねってなるじゃん、うん、だからそういうなんか本当にやっぱ有吉さんが言ったみたいに、うん、何も気にせずお買い物したりとか、うん、あのそのこの棚全部くださいとか、うん、あのあとお釣りはいらないよってやつやりたい。ああいいね。でもなんかツアーとか組んでみんなで行きたい、うん、世界一周とか、うん、世界一周、すごい。でもさ、それはファンの人お金かかっちゃうじゃん、だから無料ライブとか大きいとかできそうだよね。そうだね、確かに、ね、5000万円ぐらいあったら、あとライブの打ち上げをファンの人も一緒にやる、あ楽しそう、なんかバイキングみたいな、みんなビュッフェしながらライブやりたい。それもタダで来れるんでしょ、お客さんとか、うん、じゃあうちらもさやってさ、誰かが当たったらライブを開催しよう、うん、そうしよう、そうだね、うん、ね、見に来れるライブ、うん、ハロウィン、でも毎年、うん、なんかメンバーがお菓子を持ってきて、うんうん、それぞれ、ね、ハロウィンだけは欠かさずやってる、やってる、確かに、バレンタインよりやってる、バレンタインよりやってるかも、最近バレンタイン忘れがちだもんね、忘れがち。確かに、お菓子交換してます。そう、あの本当かぼちゃのね箱とかに入れて、会うスタッフさん、会うスタッフさんに渡したりとかするよね、うんうん、する。私たちからすると、まあ、いつもなんか仮装してるような感じなんですけど、うん、あのうちらね、うちらね、いつも仮装してるようなコスチュームが多いんですけど、でもハロウィンだけは唯一本当に好きな衣装を決められるんですよ、うんうん、仮装何がしたいとか、うん、可愛くしたいならもうそれとことん可愛くしたりもできるし、もう本当に結構自由が利くのがハロウィンなので、私たちにとって結構ワクワクしますね、うん、そうだね、他の色も着れるしね、うん、そのキャラクターだったら、うん、そう、うん、なんか普通に生活してても、うん、ハロウィンに向けてこういう仮装しようって計画してたりする時って、なんか文化祭の前みたいな気分で、うん、その期間もすごい楽しいし、お友達同士で、うん、じゃあ私は何の格好するねとか言って、それに向けてなんかこう買い出し行ったりするのもすごい楽しみの一つかなって思います。あと日本人って、あ、日本人ってすごくなんか控えめななんか印象じゃないですか、うん、でもハロウィンってなると本当にこう日本っぽくない盛り上がりが最近あるから、日本人も本当はそれくらいオープンにいろいろみんな日頃したい気持ちがあるんだろうなっていうのは思います。街中でやるって多分10年前の日本とかじゃ考えられなかったし、私たちも考えられなかったし、でもなんか今どん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 そういう文化がなっていって、もう今ハロウィンって言ったら恥ずかしいとかもなく、なんか当たり前のようにどこのお店に行ってもいろんなコスプレのコスチュームの衣装とかが売ってあって飾られてて、みんなもうそれを楽しみに、ハロウィンの時期を楽しみにしてる人もいるって思うとすごいなって思うし、
そのいろんなコスチューム仮装してる中で私たちのね仮装とか、うん、あの衣装を一生懸命作ってくれて着てる女の子とか男の子とかそういう子を見るとなんかさらに嬉しくなりますね、うん、あのキズメイクをやってみたいです。あそうなんか傷だらけのなんか可愛い格好したいです。ちょっとボロボロのゾンビガールみたいなやってみたいです。私もゾンビだと思ったんですけどちょっとかぶったんで変えます。お先でした。ちょっと待ってくださいね。もう思いついた方いらっしゃいます？じゃあ考えます、はい、あでも私あの海外のなんかあのアメリカンスクールの学生みたいな感じのくるくるパーマであの可愛いあのポップな制服みたいなのを着てみたいです。それでなんか学生っぽく歩きたいです。もう学生が終わって早4年ぐらい経つので、うんうん、もう一度学生気分を味わいたいと思います。もうそんな経つんだね、うん。モモクロ入って8年間ずっとロングヘアだったんですよ。で今年入って初めてショートにバッサリ30センチぐらい、そう本当に切ったんですよ。面白かったブログとか見てみたら分かると思うんですけど、あの今年入って切ったんでなんかそのショートヘアを活かせるようなそういうなんかキャラクターなのか、なんだろうショートヘアそういう、なんだろうね、何アニメなのかそういうものになってみたいです。いや そこまでは全然まだ思いついてないんですけど、私はあのすごいセクシーなのやりたいです。網タイツとか履いてみたいな。普段ね網タイツなんて履くことないんで、なんかさっきもみんな言ってたようにあのオープンになれる日だと思うのでちょっとセクシーな格好をしてみたいなと思います。カラーコンタクトをしてみたいです。なんかポイントですね。なんかなんかドラキュラとか ね、うんまあ、いろんなのなんかあるもんね。すごいちっちゃいのとかさ、すごい怖いやつとかあるよね。あるよね、うん、そう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 。何のキャラクターっていうのはちょっとまだ思いつかないんですけど、そのカラーコンタクトっていうまずコンタクトじゃないので目に入れる感覚っていうのをなんか、うん、よくなんかレニーちゃんとかあーちゃんとかがこう入れてるのを横目で見てて、うん、うわそうすごいすごいってどうやってやるんだろうってね思ったりとかしたりしてるので、なんかちょっとコンタクト入れたら目の印象変わるのかなと思って、なんかハロウィンぐらいしかできないのでやってみたいなって思います。